Beyond the Radio 30th Anniversary 77.8 ZIP FM 11月18日土曜日、時刻は19時になりました。 ZIP FM マジックボイストレーニング、ナビゲーターの山内俊樹です。この番組は現在歌うことの楽しさだったり、歌で人生をどのように豊かにしていくかをお伝えする職業、ボイストレーナーをしている僕山内俊樹が声で魔法をかけるをテーマに2時間放送をしていきます。よろしくお願いします。さあ、最近めっきり寒くなってまいりましたが、皆さん体調はいかがでしょうか。名古屋では最低気温が10度を下回る日々が続いていて、大変冬を感じる日々が続いておりますが、皆さん体温めていますか。厚着をしてラジオを聞いていただければなと思うのですが、やっぱり体が冷えてしまうと体調を崩してしまうので気をつけていただければなと思っておりますが、そんな、厚着をするよりね、もっと声を出すことを、優先していただくと体が温まると思うので、車の中だったりお風呂の中だったり、声をしっかりと出せる場所を、しかるべき場所を決めて、大声を出して体を温めながらラジオを聞いていただけたらと思うので、ぜひ皆さん体を温めて一日をお過ごしください。さあ、それでは、短い時間ですが、山内俊樹がナビゲートするマジックボイストレーニング、ぜひ楽しんでくださいね。早速メッセージが届いているので紹介していきます。豊川市、匿名希望女性の方ですね。夫が3日前から体調を崩しています。今日やっと私と同じご飯が食べれるようになったくらいで、ほとんどちゃんとした食事をしていませんでした。なるほど。そしたら2キロくらい体重が落ちたようです。いいなあ、いいなあなんだね。なるほど。危ないけどね。しんどいのは、辛いと思いますが、私は夫の分も家事に育児に翻弄されて、たくさん動いたはずなのに痩せていないので羨ましい限りですとのことです。僕自身も先週ぐらいに風邪をひきまして、体調崩した時に僕がすることが、あったかいというより熱いお風呂に入ることなんですね。なので、熱いお風呂に入ってしっかり、体を芯から温めていただければなと同時に、体重を落とすのにはやっぱり大声を出すことだと思うので、ぜひ、奥さんは、大声を出して生活をしてみてはいかがでしょうか。それではまだまだあなたからのメッセージを募集しています。 ZIP FM のウェブサイト、メッセージから送ってくださいね。 Number one hit music station. ZIP FM. 山内俊樹がお届けしているマジックボイストレーニング、続いてはトピックスのコーナーです。今回、僕が選んできたトピックスは、第74回 NHK 紅白歌合戦出場歌手44組が決定。初出場は13組、新しい学校のリーダーズ、あのセブンティーンらです。今回ね、紅白歌合戦のテーマがボーダレス、超えてつながる大晦日ということで、人々がいろんな不安を抱える中で、国や言葉や世代を超えてボーダレスに人と人をつなげ、感情を共有していく、そんな力が音楽にはあるというメッセージになっていますが、僕自身も音楽はやっぱりボイストレーナーという職業もしていて、すごく影響を受けてまして、僕紅白を見るとすごく温かい気持ちになるんですね。で、それなんでかなって考えてたら、僕小さい頃におじいちゃんおばあちゃんの家に行って、大晦日を過ごして紅白を一緒に見てたんですね。なので、まあ今は悔しくも一人ぼっちの身ではあるんですけども、今は一人ぼっちで紅白を見ているのに、まるで紅白を見てる時だけはおじいちゃんおばあちゃんの家に帰ったかのような、そんな温かい気持ちになりながら、紅白歌合戦を見ることができるので、今年の紅白も楽しみにしております。Number one radio station. 77.8 ZIP FM.
山内俊樹がナビゲートしてきましたマジックボイストレーニング、そろそろお別れの時間です。さあ皆さん、僕の声の魔法かかりましたでしょうか。僕はこれから、番組をしていくにあたって、自分に、自分と自分の大切な人にいい報告をどんどんできることができたらなと思うんですけども、自分にこういい報告をしていくより、先ほど紅白の時にも話したおじいちゃんおばあちゃんとかに、自分の大切な人にいい報告をどんどんしていくことで、その時に見せてくれる笑顔を見ると、僕自身本当に涙が出るくらい嬉しくなってしまうので、やっぱりこれからもたくさんいい報告をおじいちゃんおばあちゃんだったり家族友達にできるように、毎日を全力で過ごしていけたらなと思っているので、どうかよろしくお願いします。それではということで、ジップヘメンマジックボイストレーニング、また次回の放送をお楽しみに。ナビゲーターは山内俊樹でした。また来週もいい声で。30th anniversary.